参ります。お願いします。57 おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ただね、一つだけ希望があるのが、多分ね、こっちかな。天然がね、10代になってるらしいのよ。あれ、ここじゃない。あ、天然だ。うわー、マジか。天然埋まった。ああ、行くか。マクロス出せるかな。超苦手なマクロス行きますか。おはようございます。いただきチャンネルがいまんでございます。ということで、本日は東京都にございますウエスタン神奈川南火災店さんでの16ということで、抽選57番、このお店バルブレイブ10代無理です。でね、ワンチャン天然も増えてて、天然10代あるんですよ。だから天然だったらいけるかなと思ったんですけど、57はさすがに無理でしたね。やれたことはないけど、一応出玉的にはトントン、今まで2回打って、今日こそやれれば好きになれるんじゃないかなということで、マクロスフロンティア4、はい、座らせていただきました。まあ、正直あんまりやれる気はしないというか、めちゃめちゃ難しい台なんでという認識でございますので、まあ、もうちょっとね、打ち込まないとわからないと思いますので、頑張っていこうかなというふうに思います。ということで、本日よろしくお願いします。行かせてもらいましょう、マクロス。今ね、トントン12,000円勝ちと12,000円負けしてまして、あんまりやれる気がしなくて、ちょっと苦手だなとは思ってるんですけど、まあ、なんだかんだね、毎回上位には入ってはいる気がするので、まあ、きっとなんとかなるんじゃないかな。モンキーターンとかに比べるとまだ可能性を感じるというか、まあ、でも結構トップクラスに難しい台ではあると思ってるんで、まあ、でも実際ね、その仕組み的には楽しいは楽しいんだよね。対応薬がね、押し順ナビで出てきて、その押し順ナビをどっちかで正解できれば当たるっていう、そのヒリヒリ感はね、あるんで、まあ、とりあえずそこまでたどり着きたい、早いとこ。ただね、今日じゃなかったな。昨日やっぱ死ぬほどなんか何もできずにやられたって感じなんで、流れの悪い時に打つ台じゃない気がする。あと、今日は強水化みたいになったっけ。強水化弱水化。3ならギリワンチャン。3.5 だったら、3.5だったらワンチャン。3の 3.5 だったらワンチャン。読める、動きが読めるんだったらやれそうじゃない。シェイクビジョン、ナイス。119ゲーム、4000。早い早いぞ、今日やれちゃうかもしれないぞ。これはちょっと弱中デフォルトだね。ステップアップ出ないとマジでもったいないんだよね。シンプルにそのステップアップの回数がチャージの回数になるんで、普通に当てれなかった時のことも考えてステップアップをいっぱいしたいです。1回もしないよ、やってなくない。なんか2勝としたけど、ノーステップアップ、何の楽しみもなかったわ。はい、2枚目。あ、2人した。これはちょっと頑張らねばならないやつやね。絶対寒いやん、こんなん。赤いの出たわ。やっと大丈夫だ。赤テロ、赤タイトル。シェイクビジョン、モリモリだね、やっぱ当たるときは。はい、455ゲーム、13,000。お二人いるね。2人いるってことは、これ当たったら2人になるのかな。で、フォルト。で、シェリー。さすがにステップアップしてほしいな。え、ちょっと待って待って、おかしいって。
普通に1回はいつもステップアップしてたんだけど今まで。おいやいやいや、氷水化はさすがに、氷水化はさすがによ。氷水化でダメだったらもう無理だって。655分の1引いたんだよ。緑止まり。いやさすがにね。もう角の人やめてるしな、なんなら。よかったよかった。まあ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 、いつもより20多いですね。さあ頑張りましょう、10戦突破。これなんでさ、いつも思うんだけどさ、その10戦っていうさ、何回今勝ってるかをさ、出してくんねんだろうね、どこにも。本当に分かりにくい。これは絶対通さなきゃいけないやつ、保証分。追加を引き合い、追加を引き合い、二択を出し合い。チェリー欲しいね、色違い。あじゃあナイスノーエースノーエースかよ。よしよしよし、最低限ペランカで緑。こういう矛盾もねちゃんと気にしなきゃいけないらしいんで。で翼の舞が7ゲームで発生すれば4以上、6ゲームで発生すれば6らしいです、どうやら。取れた、押し順スイカでしたね。押し順、うん押し順だね。よしよしよし、いけ変えてみせる。いやどっちにしよっかな、なんかあー外れ。いや今の致命的だな、1回ぐらいしかチャンス来ねえから。頑張れ頑張れ、あおい変えてみせる。今度こそ中だろ、やべえ、もう中から離れられない。ああくそ、また継続、まだチャンスくれる。あ多いな、頑張れ。オッケーオッケー、いい加減にいい加減に、もう当たり前だよ。嘘でしょ、なんなんマジで。おマジ、いやもう4度目の正直です、ほんとすいません、ようやく当たりました、ありがとうございます。もうマジかよ、ふざけんなよ、どういうこと、鈍いしちゃうの。取れてるよね、取れてるよね、さすがにね。でももう真ん中、なんか中足はチェリーしか引けないってことだな。ああもうこんなもん絶対当たったわ。はい当たり前はい当たり前、当たらないわけなかったわ。よしじゃあもうチェリーの時中押しして、追加の時右押しします、今日。おい翼の前ゲットだぜ。まあでもそれよりもだって普通に直行するやつがあるからね。おお強調、初めての650でかいぜ、50ゲームはボーナス分と合わせて600だからね、あ60だからね。 90? でかっ、でもボーナス分で40乗せて50乗せたってことでかっ。ああ違うか、ああいいいい、ごめんなさい今、ああでもここからだよね翼の前、そうだよね。いや翼の前も、待って強っ、やばっ、そうでしょ、すごいやばいやばいやばい、だこれ上位確定でしょ、超時空バルキリータイムって上位確定でしょこれこんなことあるなんか出ちゃうかと思ったマジでいやーすげえなこれ、いやーやばいやばいやばい、今日の1枚でいいのかこれ、ネタバレなんてもんじゃねえぞ
めっちゃ触れてる。すいません、俺は今までの認識改めたいと思います。ま、もしかしてね、マクロス甘いかもしれないですもしかしたらマクロス甘いかもしれないです。マジで言ってんので、 今は持ってるゲーム数が多分そのまま、持ってけなんちゃらに持ってかれるはずなんで、持ってけなんちゃらに持ってかれるはずなんで、だから今純増1点何枚だったけど、ここから純増5枚だっけ、140ゲームかける純増5枚になるんで、クソうまいんですよ今。いやマジでやべえな、ごめん、ちょっと甘く見てた俺マクロスを。いやちょっと好きになっちゃった俺マクロスのこと好きになっちゃったはあ、はあ、やりました。じゃあゲーム数そのままキャリーオーバーするのって途中で行くとめちゃめちゃうめえな。1000枚超えますね。あ、これ140ってどこに使われんの。ああ、だからこれ絶対当たるってことだよね。ああ、さすがに当たらないとおかしなことになっちゃうよね当たらない140なくなりましたみたいになったら話になるんだよマジでああ、でさらに今の分で20乗ると、でさっきの140と合わせて160になりますと。あら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 、いやーやっぱ上位はいけるんだな頑張れば。今日頑張ってもいねえしなあんまり多少出なくてもやっぱ忘れた子に打つと変わるねだからモンキーターンも俺そろそろ打ってみよう、変わるかもしれないマジでまあ言うてマクロスはね2回打ってまあトントンだったんでそこまで悪いイメージはなかった、ただ難しすぎるなっていう感想を抱いちゃったからちょっと敬遠してたけど、やれるかもしれないなこれ。今日マクロス打ってる人の中で一番うまいかもしれない。あーでも早いねやっぱ5枚は。さあここから 90% ですね。5ゲーム以内にできればレイクを引きたい。あーこれはリーチ目ではない。いやー怖いな、すでに OK で大体20とチャンスね。スタッパネ消えました。ベルでトッパー。おっとなんかこれこんなナビだったっけ、リプレイだ。待って判明して、ああナビが危ねえ、リプレイまた波なし？大丈夫？いい音はしたよね、いい音はしてたわ。さあスイカはどうでしょう、いっぱい。おお、まあ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 、いつもより多い。プレインドも咲いて、おーい普通に終わったか、最終決戦早いて。いややっぱ 90% すぐ終わんだよね、レイアクを引けってことだ。4ゲーム中にレイアクを引く、赤くない？これ普通赤かったっけ、ってことは突破できるんじゃない、 青テロ出てるよ、あれこれいいんじゃない、あ、じゃあじゃあじゃあチェリーヒデチ、パンジェルマネー叩きます、はい、さすがにねいやいや明らかに熱かったもんね今ねよし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 、ただいまー、あ、すごい運命の一撃みたいになるんだ
はい。ああ、なるほど。ありがとうございます。とりあえず継続。ここでレイアクを引いとく。うん、ナイス。20弱手でひどい。プラス池の最終決戦だから、あれ有利感切れてんのかな。いやでも明らかになんか最初から勝ちが決まってたみたいな感じだったから、ワンチャン切れてない可能性まであるけどな。はい、ナイス。よし、なんかセリフ違ったな今。やっぱそうだね。いやー待って、おー頼むよ。下バネアルトってちょっとなんかいいんじゃない、なんか枚数多そうじゃない、ゲーム数。あー変わんないやん、変わんないやんって。3000枚まで行きたいな。そこで有利感切れてるとかジャッジができるから。まだ仕様がちゃんと分かってないんでね、そこで最終決戦に行くかどうかを見たい。まあおそらくだけど、さすがにプラス状態で最終決戦行ったら有利切れてると思うんだけど、てか世の中の 大半がそれだからね。でも意外とそういう仕様がね、ユーザー有利になってないパターンの時がたまにあるからね。何の台とは言わんけど。よし、これ2回、いや違うな、ベルあるな。おい、ナイス。あ、これリーチ目じゃん。見るとこ多いな忙しいね。よし、ナイスシャリー、3000枚突破。スイカー、さすがに当たり前ですけど有利切れてましたねいやー怖いね、いやー怖いね、危ねー。これ何回通せばコンプリートできるんだ。毎回完走できる前提でいけば5、6、7回ぐらい。まあでもそもそも今日なんで俺マクロス座ってんだっていう状態からさ、コンプリートしたらちょっと衝撃すぎるよねおリプレイじゃないこれ、リプレイ2画じゃないさすがにおー、2画。いいですね。頑張れ、怖いよ、すでに怖いよ。ナイス、お2画じゃなかった、2画じゃなかった。うわーやった、二角が否定された瞬間に終わった。ああ、頑張ろう。ここが赤いのは普通なんだろうね。ああ、白いね。クレイヤーク。赤手ロップマッチ。いやー弱いな。ああ正解いた。50% あるだろ。50% あるだろってか50% あるわ。お願い。なんで？いやー待ってよ、正解引いたやん。復活？ああ復活だったわ。復活の存在を知らずに復活って言ってるから。いやーこれはうまい。マジでうまいわ。
お上手。ここはさすがに保証あるよな。これで終わって最終決戦とか言われたらもう泣いちゃうよ。ああリーチ目。よし一旦ちょっとトイレ行ってこようかな。気持ちも楽になったし。まずいて。今なんだ。なんだ、さすがに今の違和感すごかったな。助かりました。ここに至るのが厳しいって思ってただけで、上位は出るなと思ってたから、まあその通りだったけど、まあ、ただ上位2回入れて出したことなかったから。これを体感できればまた挑めるからね。早めに当たってくれってすげえ助かるな。おお紫。ああ教え順のチャンス目があるんだね。おっとボタン押せない。第3ペース押せなかったね。これなんかさ、でかかったりしないのかな、こういう熱い演出。こういう今までにない演出だけど。ああ人数なんだね。また珍しい。珍しくないのか。さては俺が今まで引いてこなかっただけで、あんだけ朝文句ブーブー言ってた俺が情けないわ。こんなに出ちゃって申し訳ねえわ。やっぱね、障害収支がその岸ごとにプラスになってる時点でなんかやれんのかなって思えるから、やっぱ全然いいよね。ちなみにバレブレイブは余裕で70万くらいプラスですかね。2人だよ。2人なんかいいことないの。チャンス目。ああ30、ちょっと多かった。エンディングも見てみたいよね。一応エンディングにも設定したがあるみたいで、その辺をちょっとねやっぱ見たい。ナイス。ナイス。さあこれで5000枚突破確定ですね。素晴らしい。あると1か。これでもやっぱ上位行っちゃうとちょっと筋肉マン的な感じあるね。下位で頑張って頑張って頑張って上位行ったらなんかシンプルみたいな。左ファーストが熱いとかないかな。あ、惜しい。おー頑張れ頑張れよ、頼むよ。なんで。ああ3度目お願い。まだ終わりたくない。白いね。何事もない。ただこれちょっとさっきと色近くない？一緒ですか？絶対無理だよなこれ。ここまで行っちゃうとね絶対無理だわ。ああ5000枚で終わった。まあ出てよかったね。5000枚まで出てよかったですわ。まあ一応天国も見ますけどね。ちょこの後はちょっと要検討ですね。俺はいい思い出で終わりたいこいつを。まあ、正直多分本当に
難しいからここまでたどり着いたらやめが正解だと思うんだよね俺は。いや普通に外れたらやめたな。そうやって余計なことをするから俺は負けてしまう。誰の煽り今の誰、なんかお姫様みたいな女の子だけど、これ誰、いや俺ちょっとアニメ見てないか分かんないんだけど、あなんか何これ、あじゃあ今の前兆がもしかして別の、ジャクチェリーとかでの前兆で今からゲーム数の前兆始まってるもしかして、あそういうこと、あってことか、まあ、だからどっち、まあ、どっちが正解か分かんないけど、まあ、複数前兆抽選してて取れてて、でこれはだから終了後即前兆ってことだからクソ熱いよね。シンプルにクソ熱いと思う。コースまで行くんじゃない、さすがに行くね、これ当たってるわ、早い、悪かったわ、これもしかして設定ある。なんかほらすごいすごいよ、なんか女の子いっぱいいるよ、激アツ、はい3人、これ確定画面じゃないよね、あもうほい、あれ、ああまだか、149ゲームですね、持ちメダル、あれこれ何、こんな画面でしたっけ、確定画面、ああシェリルか、あシェリルね、いろんな服いろんな服のシェリルが出てきたってこと、分かりづれえな、はい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 、レイクレイク、ちょっと第4久しぶりに、シェリー引いたけど許してくんない、これでえまたシェリー引いたけど、なんとかなりませんかね、2つのチェリーで2つチェリー献上させていただいてますけど、デフォルトだね、せめて2つ分のさステップアップぐらいあってもいいよね、もうだって2つ引いちゃったから俺なんか引ける気しねえし、スイカ色違いなんだよね、青、緑、緑か、いた、お上手すぎません、こんなに簡単なことあったらいいんですかこの台、いや俺の認識は間違ってたの、この台もしかしたら本当に簡単なのかもしれない、甘すぎマクロス、甘すぎマクロスだったかもしれない、ああ40、これさアルト君が一番偉くてもいいよね、なんでなんだろう、さあ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 これ取らなきゃ、まあ、もう終わるから、おボタンだ、激アツだろこんなん、ナイスー。1ゲームから2つちょっと熱い気がする、だから俺いつもよりでかくないこれ、ほいナイス、そういうことない、まあまあ10プラスさっきの出してたですね、最安は20だね、超時空バルキリータイム20、安い、まあ大体そうだよ、さすがにこれは謎降格でしょ、
はい、とここでレイアークを引く、ここでレイアークを引くんよ。押し順レイアークもあるよ。おお、これはいった。押し順強水かでかいね。からのさすがにドライブマンじゃない、強水かやで。ないのチャンスだよね。もう強水からブーか分からんけど、もう時間経ちすぎて。ブイブイ、あ、そういうことだよね、多分ね。直ボーナス強水かで、そんなパターンがあるんだ。びっくりした。セットストックタイプだっけってなっちゃった今。まだボーナス2回目だもんね。まだまだだ、マジで。まあでも思ったよりその10達成しなくてもいけるのかもしれないなというのは今日の印象ではある。おお、ナイス、いきなりドライブ。歌って。おっと、天才、それはやっと3つ目。あと来た、ガチラッシュだ。あっちー、あっちー、ズレバチラッシュ。さあこれはドライブのストックゾーンですね。で、まあ4つ5つとか取れればクソうまいんだけど、よし、行こう。ボタン、とりあえずボタンさえ出れば。足んなくない、ニコちゃん足んなくない。あー、ニコドライブ、ニコでございます。まあまあまあ、でもこれで3つ目のボーナスを取った上でドライブ2つあるんで、でもワンチャンちょっと可能性見えてきたね、これ。おお、だよ。これランなんか関係ないか、ゲーム数ボーナスだけだもんね。チェリーない。あ、いや、もう1回、いや、チェリー、いや、強調だ、強調さすがに乗るね。なんてもうちょっと高くてもいいと思うけどな。頼むよ、じゃあ頼むよ。あ、消えた、下バネしようとした。無演出、石垣。あ、黄色いね。よ、正解。さあ5回目、半分来た、やった。今回お願い、黄色、ここまではいける。よし、危ねえ、6回目。さあどうだ、さあどうだ。なんて書いてあるかわからないけど、チョケボーナスっぽいデカルチャー。さあ7回目、ここがめちゃめちゃ大事、翼の舞を絶対に取る。あー、ない、1回、もういい加減取れてもよくない、取れない、ダメでした。これ多分色違いなんじゃないか。おー、スイカだ、ナイス、強スイカ。これキャリーオーバーする、これめちゃめちゃうまいやつ。さあ8回目、マジで見えてきたか。これはちょっとあるぞ。翼の前来い、翼の前来い、ナイス。いやだ、 1セットずれたけどね。カルシウムとビタミン D 入りだけど。ゲーム数50取って、ここでレイアーク、いや絶対ダメじゃんこれ、ナビ出ちゃった。リプレイ20、安い、
最安め。多分俺の実践上だけどドライブはキャリーオーバーしてるはず今日で。ははい、これですね。あれ違う、別のヒート。あ待って、キャリーオーバーしてないわ。あ、しないんだ。することがあるだけか。実践上崩れました。おお、強調。強調はさすがにドライブ欲しい。まずゲーム数はある程度乗ると思うけど。BGM をストップさせろ。しないけど。あ、したのか、最後に。ドライブは直V。いいよいいよ、これ直V の演出の流れじゃない。長い演出、リールを止めろ。簡単じゃん。世界で一番簡単なミッション出たわ。ミッションコンプリート。でバナナね、さすが強烈。さあ9回目、うまいねマジで。取った、ナイス。さあ頼むぜ頼むぜ。あはは、惜しい。順20。ボタンすら押させてくれなかったのに今。いやでもまあ300あるけど、これキャリーオーバーしたらクソうまいよな。ドライブください。チャンスね。よし頼む、マジで大事。お願い、歌って歌って。出ない、継続しろ。よし頼む頼む。よし、いやーチョークチョークきた。しかも強制か。655分の1で決めました。青初めて。青って何役？アルトボーナス。さあこれで一応終わりなんですけど、あこれでボーナス10って書いてあるんだね。なるほど。よし。いやーなるほど、これで始まるのね。自力バルキリータイムですね、超軸。でニャンニャンサービスアタックで今の216ゲームがゲーム数になっちゃうんだね。いやーこれでしかもプラス20ゲーム以上。超軸バルキリータイム。さあこれですごいことになっちゃいますよ。これすごいことになっちゃいますよ。30うまいじゃん。サービス、はいはい、やばい。完走確定ですね。はい、完走確定でございます。あこれだ、これがエンディングですね。最終決戦取って完走させればまんまですね。遠いですね、まだ。ドレスだったら四五六角。これは普通の画面なんで、まあ、何の設定差もないですね。さあ絶対に取らなければいけない最終決戦、頑張りましょう。多分もう初期で勝ち確のパターンがあると思うんで、このレバー超重要だと思います。俺は勝つ。後ろね。
なんか引いてこいよ。いやお願い。いや待って、やっぱむずいね三強さんのこれむずいわ。復活ないよ。2枚目いきます。こっちで3万3000円なくなりました。これ で, これで、はい、この台では3枚目、はい、この1枚をラストにしようと思います。最後の勝負じゃん。めちゃめちゃ強そうだからなこれなんかもう知らない人出てきたもんだってはい、カクカクナイス、よかった、耐えた耐えた、マジでよし、これで気持ちよく抜けやめできますね。はい、よかった、完全に終わった、完全に終わったわ。よう出たけどな。はい、それでは店内状況を見ていきたいと思います。店前7000枚オーバーでございます。そして隣もね3000枚オーバーって書いてあるんですよ。で隣もプットプラマイすごいね。でこの隣も3000オーバー、そしてこれが3500枚、北斗こちらが今6400枚持ってらっしゃいますね。ガルパンすごいね、ミミズみたいなとこからトーンって出るんだね。2700枚、ラブキューレ5900枚、 SAO も3000枚、カバーネリー3.5箱、マクロスはあ隣すごいねまくったんだ3000枚で、俺が打ってた台7800枚からだいぶへこんできてますね。あーでこの銭形すごかったね、7800枚900枚で、からくりがこれ3000枚ので、この台がシゴロ角らしいです。いやめっちゃシゴロじゃんこれグラフが。で3800枚ね。でモンキー2400枚、プラス席だね。これも2000枚オーバーか。でこれが2800枚、結構設定ありそうな感じはするけどね。3990枚、26年で4000枚ぐらいか。まあドライブも複数回飛んでる感じだね。こちらシゴロ角だそうです。でも出玉的にはそんなついてないよね、17回だし。あーもう今まさにドライブ飛んでる。これは当たりですね5700枚。ああ、これもすごいな、34年7時はもう絶対上じゃんはい、ということでやっぱバルブレイブは今日も強いですね。お疲れ様でございました。完璧でしたね本日は。はい朝一1台だけ空いてたマクロス、まあ、正直万枚も目指せるようなペースではあったんですけど、まあ、いかんせんデフォルト画面しか出なくて苦手意識を払拭するために打ったんで、こんだけ勝てば十分だろうという感じで、その時点でちょっと上がらせていただきました。まあその判断が正しかったかどうかわかんないですけども、いい思い出が作れたんでとても良かったかなというふうに思います。あと一番大きな今日収穫というかが、なんか俺どうしても10戦突破しないと上位にいけないんじゃないかみたいなイメージがあったんで、でこれ10戦突破なんて絶対無理だろって思ってたんですよ。いざやってみると各ボーナスごとに 30% で翼の舞が取れて、でそのうち、特定のボーナス回数で結構チャンスがある感じで、意外と途中でいけちゃうのかなっていう印象を今日持てたっていうのが本当に大きいです。まあ今まで本当にね厳しい難しい台っていう評価をしてたんですけれども、だいぶ変わりました。とりあえず今日は大勝利ですね。めちゃめちゃ大勝利しました。合わせ技満杯ということで、はい、気持ちは満杯の気持ちで帰れるかなと思いますんで、はい、デラックチャンネルの収録スケジュールたくさん載せてあげますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。機嫌がいい本当にそれにつきますね。はい、ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。